1980年のショベルのローライダいやでもって綺麗に乗ってるな。いやこれね、うん、去年にフルオーバーホールだいぶかかったやろ。だいぶかかりました。80万ぐらいか。部品がない状態でね、外品をちょこちょこやってもらうんですけど、うん、なんかブレーキも何回か修理し直したり、100万ぐらいかかったんじゃん。そうやね、それぐらい行きましたね、うん、かかるやろな。ひとまず娘がね乗りたいって言ったからね、うん、はいはいはい、言うなら修理しようかいう感じで、あの上田自動車さんでしょ。はい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 、あそこでずっとねお世話になってて、ね、あーなるほど。であくまでも社長亡くなったんですけどね、うんうん、いやでも売ったら値段売れるやろ80万。いやどうでしょう多分ね、あの今の人たちは結構、うん、もう払えって分かってくれないんでI'm gonna make it.